オリーブ公園に来ました。映画魔法の宅急便のロケ地泊まらせてもらえることになりました。姫路の駅の大通りでイチャイクをして行こう。大阪に着いちゃった。帰ってきたの。イチャイク着いたの。騎士ペットやろな。着いて、32分。Let's go。 入り口が難しかったけど、着いたパーキングエリアの入り口らしいです。着きました。731円。ここだけは無理です。大阪好きな方ごめんなさい。一番大事なものって水分やと思うね。イロハス買ったの全部なくなって、一人一つ好きなもの買わせてください。やっぱり汗やばいで、これ見てくれたら俺らの頑張りが分かると思うわ。ほんまにそれぐらい汗かいてるから。私はどんな味？ No。 はいはい。やっぱり多さを重視する。140円しました。残りが441円。お昼ご飯は食べたからマクド。とりあえずちょっと休憩してイッチハイクします。今こんな感じでイッチハイクやりたいと思います。今日はやっぱり名古屋行きたいなと思って、名古屋まで頑張ります。どうしたらいいんだ、分かる。時間かかると思う。それはちょっと待ちます。うん、見つかりました。開始20分くらいで、うん、途中のインターまで送ってくれるってどこまでか分からへんけど、やばいな。今ね、仕事終わってこれから岐阜に帰る。どこまで送ってくれるか分からへんけど、だいぶ前進できると思います。岐阜方面なんで、うん、どこまで送ってくれんやろう。少しでもいい。少しでも全然いい。滋賀県でもいい、うん、行きましょうか。運転してくれた方、大阪からなんと岐阜県まで道路をサービスエリアまで送っていただきました。ありがとうございます。引き続きね、この名古屋方面やっていきたいなと思います。あと60キロなんで行きましょう。ここになります。ここで行きます。ここで行きます。梅雨も入ってますよね。そうです。まだね、天気しばらく悪い日がまたいるかもしれないです。これです。あこれです。お願いします。ありがとうございます。やった。ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。気をつけて。明日仕事頑張ってください。イエーイ。ってことで、ここは愛知県の名古屋市来ております。ちょっと焼けたくない？なんか焼けてない俺。広瀬ありがとうございました。ありがとうございます。はい。今公園でご飯を食べると思います。夜ご飯です。これと、これはおにぎりかな、とあと天然水買って、なんと残りが20円。 Help me。すごい距離を走ったよな、うん、朝姫城って3人の方にね乗せていただいて、なんと愛知県に行くことができたということはすごいことなんじゃないかなと、うん、本当に思います。今日乗せてくれた方お礼言いましょうか、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ってことで今日はこれ食べて、ここの公園でテント張って寝ます、うん、はい。結構な距離移動したんでね、うん、疲れもあるし、とりあえずお腹が減ったんでご飯食べます。いただきます。いただきます。高いですねこれ。今日はねここで寝たいと思います。明日最高によっちゃ美味しいもの食べて、悪かったら観光って感じで行きたいなと思ってるんで、うん、最高振る時まで飛びます、うん。今日は本当に疲れてるんで、今からちょっと編集して、寝ます。みんなまたね。
また明日ね。おやすみ。ありがとう。はい。おはようございます。おはようございます。ゆっくり寝てたな。ゆっくり寝ましたね。昨日ほんまにしんどかった。お腹減って死にそうになりました。今のお金がなんと、はい、20円しかないんで、水分はあんねんけどご飯が足りてないんで、サイコロ振ります。ツイッターリツイート数13、いいね数が23。おお、いいと思います。ありがとうございます。フェイスブックシェア12。おお、いいね。いいね数18。おお、いいじゃん、いいじゃん。合計で66。 VTR どうぞ。チキンは毎日投稿しているツイッター、Facebook のリツイートといいね数かけるサイコロの出た目です。今日もラッキーあるといいね。レッツゴー、頑張ります。66かける何でしょうか。お願いします。やったやったゴーゴーです。ゴーです。ってことで今日はね、ほんま良かったね。なんでかって言ったら、やっぱりずっと観光してなかったからな、愛知県のなんかグルメを食べたいなと思ったんですけど、ゴー出て嬉しかったってことで、 66×50 十分3300円。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。3300円です。3300円。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は名古屋でも代表的な商店街がありまして、食べ物とか古着屋とか名古屋ならではの有名なものがあるねんけど、そこのオースっていうところに今日はね観光して皆さんに紹介したいなと思うんで、3000円あったら十分いける、余裕で。夜ご飯とかも計算していろいろやっていきたいなと思ってるんで、じゃあ本日も行きましょう。レッツゴー。めっちゃすごい。呼び出された。今日本縦断してるんですよ。こんなんかな。わあ、どうしよう。そんな前ワントイキョさん、ね、寂しいじゃないですか。ちょっと考えたいです。あ、僕ハーフです。かっこいいかもしれない。興味ないけど。いくら？うまい、お金や。これは昔のお金ですか？あ、そうです。本物ですか？本物。すげえ。お金持ちや。どうですか？電車乗ります。リュック一つ楽になったな。なよかった。7番お願いします。そう、7番。何よき高津